地球上にいる70億人の人々を養うためには、鶏を育て、キャベツを栽培する広大な農場が必要です。しかし、これでは面白くないと考え、非常に奇妙な農場運営を選ぶ人々もいるのです。皆さん、こんにちは。この世界には、精子を袋に入れて集めたり、象にコーヒーを与えたり、コオロギをスナック菓子に変えたりする驚きの農園が存在します。にわかには信じがたいでしょうか。トップランキングへようこそ。では皆さんを驚かせるような映像をお見せしていきましょう。ユタ州のヤギ牧場。ユタ州立大学が所有する小さな実験農場に入ると、餌箱から餌をもぐもぐと食べる普通のヤギの姿が見られるでしょう。この牧場で何が驚くべきことだというのでしょう。なんとこれはただのヤギではなく、クモの遺伝子が組み込まれたヤギなのです。そのため彼らはあるタンパク質が含まれること以外、全て通常のミルクと同じ成分で構成される特殊なミルクを出せるのです。このタンパク質とはシルクです。学者たちは研究所でミルクを生成し、この貴重なシルクを採取して実験を行っています。鋼鉄やケブラを凌駕する強度を誇る非常に貴重な素材ですが、自然の中でクモが生み出すシルクを集めるのはかなり困難な行為です。でも工業的に生産を行えば、私たちを取り巻く多くのものが変わる可能性が秘められています。そしてユタ州にあるクモの遺伝子を持つヤギの牧場はその計画の一部なのです。この牧場全体の始まりとなったのは、フレックルズという肺の段階でコガネグモ科の一種の遺伝子が組み込まれたヤギです。この遺伝子はミルクを作り出す DNA を補い、現在フレックルズとその子孫はミルクとともにシルクも生み出しています。これらはクモから採取するのは大変難しいため、遺伝子工学が解決の一助となったのです。非常に丈夫な糸は損傷を受けた膝や肩の靭帯の代わりに使用することも可能です。また非常に強力な接着剤を製造する方法も確立されており、工業的なスケールでの生産が可能になれば炭素繊維の代用品となることも見込まれています。バングラディシュ、水に浮く農場。バングラディシュの領土は主にガンジス川とブラマプトラ川のデルタ地帯に位置しています。ここには大小含め約700の川が流れており、国の大部分は沼地や河川です。そのためバングラディシュでは気候変動の過程が顕著に見られます。この国は地球温暖化によって最も苦しめられている7つの地域の一つなのです。バングラディシュの非常に大きな国土は1年のうち9ヶ月は水に沈んでおり、農業は行えません。土地不足の問題を解決すべく、地元住民は200年前に彼らの祖先が行っていた伝統の水上農法を復活させました。農家の人々はヒヤシンスの茎で細長いいかだを作り、ここにトマトやキュウリ、パパイヤ等を植えています。こうすれば洪水で土地を耕せなくても野菜が育ちます。先人たちの技術は非常に効果的で、たった数年で浮遊式菜園は6000にもなり、その数は増え続けています。人々に仕事と安定した収穫をもたらしてくれることがその理由の一つです。ローマ教皇の農園。イタリアの町カステルガンドルフォには、他の農園がやっていることは全てやっているというような農園が存在します。この農園の特徴は、ここからバチカンのスーパーマーケットに新鮮な食材が届けられるという点です。毎日30頭の牛の約800リットルの牛乳が絞られ、半分は神父たちが飲用して、半分はヨーグルトやチーズとして食べられます。ここではオリーブも育てられており、オリーブオイルが作られています。もちろんエキストラバージンオリーブオイルです。また、蜂蜜が採集され、野菜や果物も栽培されています。教皇フランシスコ自身も、地元の農場で採れたブロッコリーやカリフラワーには目がないと言われています。ブラックアイボリーコーヒー。
1キロで3000ドルのコーヒー、こんなものが本当に存在するのです。世界で最も高価なコーヒーであるブラックアイボリーコーヒーはタイのスリン県バンタクラン村の農園で作られています。しかしここでコーヒーが栽培されているわけではありません。信じがたいことに象が飼育されています。なんとコーヒーの実はカップに入れられる前に巨大な象の消化器官を通り、そこで苦味を失ってチョコレート、麦芽、フルーツハーブという驚くような香りをまとうのです。この効果を得るために従来のようなコーヒーの実の皮むきはせず、果実や植物と混ぜ合わせて象に与えられます。一杯相当のコーヒーを消化するのに必要なのは15から70時間。なかなかに時間がかかります。獣医学的な検査から象の胃はカフェインを吸収しないため、コーヒーを与えても害はないことが分かっています。消化器官で果肉が消化され、アラビカ豆自体が胃液に含まれる酸の影響を受けると、コーヒーの苦味を生み出すタンパク質が壊されるのです。象の肥沃な体内を通り、発酵した豆は独特な風味を獲得し外に出ていきます。どこから出るかはご理解いただけるでしょう。またこのコーヒーを 1kg 出荷するために、象が食べなければならないコーヒー豆は 33kg。 そのためブラックアイボリーコーヒーはこんなにも高価なのです。農園では1年に20頭の象が200キロ余りの製品を作り出しており、地元の高級ホテルでの販売価格は1杯50ドルです。一度飲んでみてはいかがでしょうか。食虫植物農園。カリフォルニア州には約35年も続く農園があり、ここでは様々な種類の食虫植物が栽培されています。モウセンゴケ属、ハエトリグサ属、タヌキモ属、虫取りスミレ属など数多くの食虫植物がここに生息しています。ハエトリグサが狩りをする様子を見たら、皆さんの目に映る世界は180度変わってしまうでしょう。ウツボカズラも負けてはいません。油断している昆虫やクモ、甘い花の蜜を欲しがる小さな哺乳類をよりスマートな方法で飼って食べてしまうことで知られています。しかしこのような食虫植物を誰が必要としているのでしょうか。主な購入者はコレクターです。しかし自宅のハエにうんざりしている人がいれば、大食いの植物たちがこの問題を解決する手助けをしてくれるでしょう。エントモファームズ。カナダのエントモファームズでは週に5000万匹のコオロギが飼育され、タンパク質豊富な食品に変わっています。クリケットパウダーにはほうれん草の 2.2 倍の鉄分、鮭の10倍のビタミン B12、 牛肉の3倍のタンパク質が含まれています。農園のコオロギは大量におり、製品はどんどん売れているようです。コオロギは小さな段ボールの家に住み、卵から幼虫、成虫へと変化し、ものすごい速さで繁殖して急速冷凍された後に収穫となります。完成した原料は主に粉末にされますが、バーベキュー味のスナック菓子等も作られています。うむ、どんな味がするのでしょうか。オオシャコガイ養殖場。オオシャコガイは最も大きな二枚貝で、インド洋と太平洋のサンゴ礁に生息しています。とても大きな生物で、貝殻の大きさは1メートル30センチにもなります。その重さは約250キログラムで、100年以上生きることも珍しくありません。この非常に力強い海の生物は、ダイバーたちによってその貝殻で人間を捕まえることができるとさえ考えられています。しかし実際には貝殻が閉まる速度はあまりに遅く、人を捕まえることはできません。オオシャコガイが大きく成長するには大変な労力を要します。成長速度が遅いものの、珍味として価値があるため乱獲が行われ、多くの海でオオシャコガイは姿を消しています。しかし特殊な海の養殖場でオオシャコガイを育てる方法も確立されているのです。そのプロセスは実に驚くべきものです。産卵期にはまず精子と卵を集める必要があります。クモ状の精子と卵は成体となった個体によって噴水のように水中に注ぎ出されたものです。
いくつかの袋の中身を混ぜ合わせると、職員は受精卵からトロコフォラ、すなわち柔らかい甲殻に覆われた幼生が孵化する時を待ちます。本来であればこのプランクトンは海洋を漂い力を蓄えます。しかし養殖場では海岸の決められた水域の中で飼育され、幼生が海に放たれてから40時間後にそこへと沈んで貝殻が大きくなり出すのを待つのです。1年後、平らなセラミックの板にくっついたオオシャコガイは長さ10センチになる貝殻を手に入れます。貝は剥ぎ取られ、皆さんが歯を磨く時よりも念入りに歯ブラシで洗浄されたら別のプールに移動させられます。その後5から8ヶ月が過ぎるとオオシャコガイは15センチになり、海で生きる準備が整います。しかし無論ここでも貝は海底の檻に入れられ、捕食者やその他の危険から守られるのです。その後最終的にオオシャコガイは海底に移され、巨大なサイズに成長するまで静かに過ごします。この貝は珍味とされており、1個400から2400ドルで販売されています。これにより養殖の費用が賄われ、オオシャコガイが絶滅しないよう保護することも可能になっているのです。この養殖場は自然を守り正しい行いをしているように思われますが、皆さんはどう考えるでしょうか。ぜひコメントに皆さんの考えをお書きください。そしてこの動画を気に入っていただき、グッドボタンを押してくださった方、 SNS でシェアしてくださった方全員に感謝の気持ちをお伝えします。それではまたお会いしましょう。さようなら。